特定危険指定暴力団工藤会が一般市民を襲撃した4つの事件で、殺人罪などに問われたトップの野村悟被告に対し、福岡高裁は一審の死刑判決を破棄して無期懲役を言い渡しました。判決で1998年の漁協の元組合長射殺事件について、当時の組織の意思決定のあり方は不明で、野村被告の共謀を認めることはできないとして無罪としました。他の3件については共謀が成立するとして有罪としました。